Terima kasih telah menonton! 今日充電大丈夫かな。まあ、い,いか。髪いつも同じところで引っかかってないって、そうなんだよねなんか。 髪の毛って毛先が引っかかりやすいよ引っかかりやすいらしいよどのどの髪でもうんどんな髪でも毛先が引っかかりやすい私の髪質知ってる人ーはーいわかる人分かったらどうするでも 私の髪質「りかちゃん髪質ここでこうですよね」わかるわけがないか正解教えてあげます正解は細くて多いでした細くて多い だからね、見た目は全然普通なんだけど細くて多いです細くて多いので髪の毛を結んだ時にアホ毛が出やすくてすごく困っています。 で緑色らしいですなんかすごいメイクさんによると多分だけどそれ覚えてるのすご私でも忘れてた <laughs> 細くて多くてちょっと緑色らしいです 眉毛がかゆい髪の毛が少なくて困ってますだってでもさそういうのもさ薬飲めばさ治っちゃう時代じゃんねだから大丈夫だよ普通にここのルーブにいて髪の毛が今まだあって あの将来髪の毛なくなりたくないですっていう方は今の髪の毛がこれもう減らないようになるみたいな薬とかあるんですよ、うん、美容室とか行って相談してみるといいと思いますそうひなんか育毛剤で塗るよりも あの薬を飲んだ方が効くっぽいですねお父さんはそれでだいぶ髪が増えましたはいそばで見ていたので一番分かります私が育毛剤を塗ってるところも見たしシュッシュッってやってるのを見たし塗ってるところも見たしあの薬を飲んでるところも見たし どれが一番効いてたかって言ったら多分薬だったと思いますはいそばで見ていたので詳しいんです <laughs> はい実体験ありですお父さんのはいそれで今普通にお父さんが髪の毛が生えてるのででも本当はなんか髪がある状態のうちで飲んでおけばこれ以上減ることはないらしいので 今髪の毛があってもうこれ以上減らないようにしたいという方はその方は一番飲んでおくとこれからいい,いいらしいです。美容師さんが言ってました 現状維持もできるし何て言うか増やすこともまあちょっと可能みたいなでもお高いんでしょうだってどうなんだろうねそんなお父さん富豪じゃないからそんなめっちゃ高いとかではないと思うけど。 手遅れですだってい,やだいぶお父さんも一回手遅れになったけどね手遅れになってからの挽回だったからそう,そうだから全然大丈夫だよ希望あるよ <laughs> お父さんも手遅れだったからっ 一回手遅れになってからの挽回だったよだからみんなも頑張って顔に生やしたいなって人は是非頑張ってくださいそうみんなに私のパパ勇気を与える <laughs> あの生きる生きるそうあの証言した人生きる証言 髪の毛証言 <laughs>、うん、でもねお父さんはそう髪の毛が俺生えたらもうちょっとイケメンなはずなんだけどなみたいなことをずっと言ってて <laughs> それで髪の毛が生えたっていうことが嬉しい くてそれがきっかけでダイエットも頑張ってたらしくてまあそれでなんか自分が満足してたみたいだからそれよかったねっていう、うん、なんか唇に髪の毛ついてる気がするでもついてないどっちだろうあ取れたそう髪の毛が生えたことがきっかけでダイエットも頑張って そう俺はもうかっこいいぞって多分思ってるんだと思います多分ね「髪生えたらイケメンになった?」だってえどうだろうなうんでも髭剃った方がいいんじゃないかなっ <laughs> て <laughs> 思いますね髭剃ったらどうかなと思いますけどまあ 本人が満足してるならまあいいんじゃないかなって感じ <laughs> うんでもなんていうんだう私の親戚でなんかヒエも生やして なんかタトゥーとかも入れてなんかめっちゃ個性的なネクタイとかつけてあとブランド物の,の帽子とかかぶってる親戚の方がいるんですけどでその方のひげはめっちゃおしゃれに見えるのねな,なんかめっちゃおしゃれだなかっこよって思うのになんかパパのひげはなんかジョリジョリしてる感じ。 なんかね似合わないな <laughs> なんか生やそうとして生やしてる感じじゃなくて生えてしまったっていう感じだから似合わない <laughs> 似合ってない似合ってないからジョリジョリじゃないジョリジョリだからやめてほしいなうん なんて言うんてううだろうサンタクロースのヒゲの縮小版みたいなのだったらまあまあいいかなって感じなんだけどあれはちょっとないかもしれんな、うん、こんな可愛い娘に言われたらすぐメンズエステ行きますってメンズエステ行ってほしいですね でも劇場公演行きたいとか言うんですけど劇場公演に行きたかったらあのあのもうちょっとイケメンになってから来てほしいってずっと言ってます鈴木リリカのお父さんだってバレるかもしれないんだからイケメンになってから来てって <laughs> そう言ってる似てるのだって。 ほぼ私だよ <laughs> 鼻がちょっと違うかな。鼻と鼻とねバランスが違うな。鼻は私より全然高いしうんそう。だからちゃんとなんて言うんだろうな服とかも。 なんんかお父さん服が好きなんですね服が好きでなんかめっちゃなんか年の割にはちょっとチャラチャラした服着てるんですけど <laughs> チャラチャラした服着てるんですけどお父さんは。なんか服で勝負しないでもっと顔で勝負しなさいって思うすごく。 そうだってさもう年の前にはそのチャラチャラした服を着てさ「えちょっとあのあの人い,いたくないもしかしてリリカのお父さんえちょっとなんかちょっと思ったんと違うわ」とかさ思われたらさ嫌じゃんちょっとあれは違う本当に私がプロデュースしたいくらい嫌だろうけど。<laughs> 顔で勝負は難しいよだってそんなことないそんなことはないよそうそんなことはないだってさなん,なんか違うもうちょっと似合う服あるやろって思うもんうん そう,そうでも髪の毛をロン毛にしたいみたいなことを言った時はあの大反対したことを覚えてるもうそれだけはやめてくれって似合わないからやめてくれってそれだけは勘弁してくれってお母さんと一緒に大反対しました。 でもねお父さんはねどう言ったら分かりやすいのかわかんないけどトトゲトゲが好きななんだよねなんかなんかね財布とかもトゲトゲしてるし鍵鍵のないろいろつけるやつもトゲトゲしてるなんか黒の皮になんか銀のトゲみたいなわかる伝わる 三角で丸いさこういうやつこういうやつこれこういうトゲトゲ金属のやつそうそういうのが好きなの財布もそうだし鍵のやつもそうだしなんかそういろいろそうあの <laughs> ハリネズミの絵文字のコメントあったんだけどそうなんかね その財布自体のセンスはまあありまああり,ありなんだけどなんて言うんだろうねもうちょっと私は年相応の服を着てほしいですねうんちょっとそうだな普通にしっかりした生地の なんかちょっと高くてしっかりした生地でシワができにくくて何て言うんだろうそういう生地の服でモノトーンとかで揃えてほしい、うん、あんまりちょっとチャラチャラした服を着てなんか「俺かっこいいぜ」みたいな感じのカーオーラを醸し出さないでほしいそう。 でもね服を買ってるお店はすごくいいと思うのでも組み合わせがチャラチャラみたいなプロデュース企画やろうだってやりたい本当に。でなんでわかるんだろうみんなコメントでさこういうこう,こういう人でしょこういう人でしょっていうのさ大体当たってるんだよね筋肉ねなんか よく自慢してますすごいだろうって言って <laughs> 自慢してるしそうさっきコメントにあったようにバイクにも乗るしなんで当たるんだろう怖いそういう系統の人って一定数いるんですか <laughs> なんかそういうのに属してるんですか私のお父さんは怖い <laughs> でもなんか本当に私は 年相応の服でしっかりした生地の服を着ていてくれれば何も言うことはないしあと綺麗なメガネつけてほしいななんかちょっともうちょっとメガネをき,きれせ清潔な清楚な <laughs> 清楚はちょっと女の子みたいだけど清楚な綺麗なメガネをつけてほしいと思いますはい 普通のメガネをつけてほしいなそう俺パンクだぜみたいなメガネは超やめてほしい普通のメガネをつけてほしいのそう なんか、ね、そうあの普通になってくれればいいの私はイケメンになってほしいとは言わないあの普通になってほしいのそうただダサいのをやめてほしいのそれだけ年相応の服を着てほしいのただそれだけなんだ パパと服装が似ているんですけどやめた方がいいですかだって似合ってればいいんだよだからそう似合ってればいいんだけどパパは似合ってないからやめてほしいのそうだからちゃんとあのなんて言うんだろうな我は大人みたいなもうわしゃ年っていう服を着てほしいの全然似,似合ってるというか ちゃんと組み合わせも考えてかっこよくできて何て言うんだろう髪の毛とかもしっかりできて何て言うんだろうないい感じの見た目に最終的になってるならすごく素晴らしいしいいことなんだけど私のお父さんはそれができないからシンプルな服をしっかりしたシンプルな服を着てああ我はもうえっ、ー、と中学生の子供もいて。 幸せな家庭らのっていう風な服を着てもらえればいいのそうなんか「俺はまだいけるぜイケメンやー」みたいな服は着ないでほしいの「パパ見てませんように」だっていやいち早く見てほしいねこの配信はいいち早く見てほしいのこれ そう今の世代が言うシンプルが理解できないえ今の世代私の世代っていうことなんだろうなシンプル奇抜な色とかじゃないみたいな めっちゃ濃いピンクとかめっちゃ紫めっちゃオレンジみたいな服を着ない方がいいよねみたいなわかるこの例えば今このルームの後ろの背景の紫とかはさ服で着たらだいぶ派手そうじゃないわからないけどそういうこと。 うんなんか攻めた色とか攻めた柄を着なければいい話なので、ね、そうあとなんかチェーンとかジャージャーにつけつけない方がいいかもって思う私のお父さんはそう今回 紺か白か黒紺か白か黒か黒デニムとかそんな感じ <laughs> ユ,ニユニクロ着せといてって書かれてるでも本当に極端に言えばそうだよねなんかあのユニクロで揃えればきっと間違いはないよね。 私のお父さんは。そうユニクロで。あのー、無難な服をね、買ってほしいですね。そう無難な服で無難な色の服を。着てほしいね。 そういういの嫌いそうだって分かる多分嫌いなんだろうねそういうのねここのコメントで言われてるのさほぼ当たってるのなんでなんだろうね <laughs> 全部そうだよそうなんだよねそう好きな方もそうだしそうだしうん うんでも私推しの方は全然服とか何でもいいんですけどあこれ俺が最高に似合ってるなって思う服で着ていただければね。 私は幸せですよこの服でりかちゃんに見てもらえたら俺は安心だなって思う服でね着ていただければ、はい「俺の一番のおしゃれ」っていう服でねおしゃれしてきてくださいぜひ いや、ハードルはね、全然上げてないよ。ただね、自分の好きな服でね、ぜひ来てください。きっと、こんなに似合ってないのはパパぐらいなので、この話は全然皆さんに該当しませんので、はい、こんなに似合ってないのはパパだけです。はい、ぜひ直してください、お父さん。はい。 皆さんはね好きな服を着ていただいてはいでも私もね全然ね服のセンスとか全然あるタイプじゃない,ないんだけどお父さんには普通の服を着て「いやー我幸せ」っていうふうにしてほしいのこれは娘からの願い 逆にガチ診断してもらいたいたですだってええー、ガチ診断いやーねそんな皆さんね来てる方でパパほどそんな奇抜な服を着てる方がいないんですよそもそも。来てる方は大体なんかシンプルな服を着てるかセータンティーを着ているかなのね。 だからま生誕 T 私の生誕 T 生きてれば大丈夫だよそうセンスとかじゃないからそう生誕 T は生誕 T だからだから私の生誕 T 生きてください私の生誕 T 生きてくれればいいかなって思うんだけどだから来てほしいなと思います ママママはめっちゃおしゃれだよ普通にそう全然服の共有とかしてるくらい結構スカートとかお母さんのよく借りるかもお母さんはめっちゃセンスいいです だから、お母さんがお父さんにさ「それ着るのは本当にやめてほしい」っていう会話を出かける前によく見る「それは本当にやめてほしい」って言ってる、うん、うちのお父さんの服はお母さんにも あのー、評価があまりないです、はい、本当にやめてほしいからって言われて服変えられてでもきっと本人はねそれがねいいんでしょうねやっぱり俺の一番イケてる服だって思ってるんだと思う ね気合いを入れれば入れるほどお母さんにやめてほしいって多分言われるんですよねはい2人が出会った頃はどんな感じだったんだろうねってねでも写真見る限り若い頃は似合ってた <laughs> 若い頃はね似合ってた確かに確かに似合ってたけどあの時は経ちましたもう私も中学生になって 時は経った、はい、もう時は経ったから <laughs> はい確かに若い頃は似合ってたんだけどねそう名残でねうん。 うん、本日は年相応の大切さを学びました。<laughs> パパはパパを応援したくなってきたって。応援されてるから頑張って。<laughs> じゃあね、とりあえずメンズエステでも行ってください。はい。とりあえず。 パパさんの味方になりたいなってそういえば全然関係ないけどさ懐かしいね小学校の頃にねなんかそっから思い出した話なんだけど小学校の頃に授業参観があって私はお父さんとお母さんが両方働いてて仕事で来れないからおじいちゃんとおばあちゃんが来るっていう話になったの。 小学校の頃ねそれで小学校の頃おじいちゃんとおばあちゃんがあの授業参観に来たはいいんだけどなんかおばあちゃんは私の授業参観を見ながら「腰が痛てて」って言って座り込んで寝ちゃうのね。それでおじいちゃんは「おおんだここははへえ!」って言いながら。 教室を出てあの教室の中をうろちょろあの探検して学校の中で迷子になるっていう思い出しましたねどうなるかと思いましたなんだここは「はあ」みたいなことを言いながら学校をうろちょろして「やばくない?」 <laughs> ね自由すぎるよね本当に迷子にならないでもらってねわかるよくおじいちゃんで、ね、迷子になっちゃうの <laughs> そうおばあちゃんは寝てるしおじいちゃんはなんか歩き回ってるし <laughs> そうでも確かねその時ちょうど 多分時期的に文化祭の近くで教室の外とかに絵が飾られてたんだよね。多分それを見たくて多分外に出てしまったその結果いやーね懐かしいね。 でもおじいちゃんって結構迷子になるんですよ。ちょっとおじいちゃん話していいか分かんないけどごめん話すね。なんか多分おじいちゃんは近くのスーパーに行こうとしたんですね。そ,そしたら間違えてどこだっけ何県に行ったんだっけありえないぐらい遠い県に行っちゃったんだよね。 岩手とかそんなレベルもうありえないぐらい遠い場所に行っちゃって北か南かわかんないんだけどあおじいちゃん新潟県に住んでるんですけど岩手に岩手とかに行っちゃったりして。 そういういのが2回あったんですよどっか近いところに行こうとして <laughs> あの <laughs> ありえないぐらい遠い県に行っちゃうみたいな新潟から岩手は6時間くらいかかるそうだから深夜に深夜になんか知らないお家に「すいませんガソリンください」っておじいちゃんが言いに行って。 その入ったお家でで大丈夫ですかって警察にあのお電話していただいてあのおじいちゃんが発見されて私のお父さんが頑張って車で迎えに行ってっていういやーそんなこともあるんですよ。 すいませんね警察さん私のおじいちゃんが迷子になってしまいまして近所のスーパーに行こうとしてとんでもない県にとんでもなく遠い6時間もかけて行ってしまいましたねえお父さんが大変わかる私のお父さんが絶対大変深夜に起きてでもさどうして深夜に起きれたんだろう でも私なんて朝8時にマネージャーさんから電話かけられてギリを切れたのにさ深夜に電話かけられたらさ出ないで切っちゃうんだけど誰ブチってなっちゃう誰だもう切ろうってなって切っちゃう寝ぼけてちゃんと電話にさ出る能力が深夜にあるっていうのが強くない 私目覚まし時計も目覚まし時計って認知できないし電話も電話って認知できないからそ鳴ってるものが電話って認識して押せば出れるっていうことをあの深夜に理解できることがまずすごいよね。うん。私は深夜に電話かかっても電話を理解できないから。 音が鳴ってる何かどうしたらいいのか知らないみたいなそうだから「電話は電話です」って言ってほしいんだけどそ,うそれを電話って認識してスマホの画面を押すと出れるっていうことを理解してちゃんと電話に深夜に寝起きで出れたっていうところがまずすごい私だったらスマホを投げてた。 て投げてた <laughs> そう目覚ましも投げるし。んねえなんかさ「電話に電話」っていうさあのー、<laughs> あのギャグがさ <laughs> このお話しただけでさコメントでめっちゃ。 34個あるんだけど45。やばい。電話に出話ですね私は。電話に、まあ、正確に言うと電話に出れんわっていう感じなんですけどはい。電話に出れないんです出ないというよりかは。出ようと思っても理解できなくて。できないの。 うん、出れないんですよねあとおじいちゃんの不思議なところといえばこれ話したことあるかもしれないんですけど布団を敷くときに「せーのっよっほーい!」って言うんです一 <laughs> 人でちなみに敷いてるんですけど せーのでてほんと、ね、に周りに人がいるからそういうことしてるんじゃなくて一人で、あのー、やる時もあの一人でその部屋にしかいないのに「あのせーのよくほーい」って言ってるんです不思議ですね。 せーのって行き合わせる。それが面白いところ。誰かいるんだよだって。いるんですね、多分。<laughs> 見えてないだけではって。私が見えてなかったのか。私が見えてなかったのか。そういうことか。なるほどね。びっくり。な、なるほど。私の、私のね。 ちょっっと目が違かったわ逆に分からんけど逆におじいちゃんには多分見えてたんだ「待ってリカかちゃんって中学でなんかやり残したことある?」だって中学でやり残したことなんだろうえなんだろうねんだろう まあ別にまだ終わってないけどでも私全然私合唱祭に出たことがなくて練習にはめっちゃ参加するんですけど合唱祭当日私3年生でにそう12年生の時に2回とも風邪ひいて出てなくて。 そう2回とも風邪ひいた <laughs> そうだから3年生の合唱祭はさすがにいた方がいいかなみたいな制服ディズニーだってわあそれ JK っぽいねえ JK っぽいな行きたいな でもさ、行く学校にもよるけどさこれからね高校の私が毎日通わなきゃいけない学校に行くかちょっとしか通わなくても卒業できる学校に行くかで私がもしちょっとしか行かなくても卒業できるっていう学校に行った場合高校の友達っていうのがあんまりできないかもしれないじゃん。だから。 もう本当に中学の友達を大切にしようと思いますそう中学の友達をね大切にしないといけないよなと思いますねどうするかはわからないけれども。 制服ない学校もあるある確かにでも私の学校の制服あんまり可愛くなくて <laughs> なんか他の中学行った子は可愛いよって言ってくれるけどあんまり可愛くなくてだから制服ディズニーするとしたら多分多分っていうか絶対になんちゃって制服とかがいいですね。 メンバーと夢の国行けるとしたら誰と行きたいえでも仲良し度とか全然なしで平らに見て誰だろうルアちゃんルアちゃんなんか東京来た時とか「えあれなんだろうあのビルなんだろうすごい!」みたいなことをずっと言ってなんかひたすら写真を撮ってるんですよねあれ何あれ何えなんだろうなんだろうなんだろうみたいな え、東京で行きたい場所なんだろう原宿みたいな子なんですね。そう。だから、一緒にディズニー行ったら、あの、きっと絶対盛り上がってくれるかなみたいなそう。え、あれなんだろうあれなんだろうあのアトラクション面白いみたいなことを言って <laughs> くれそう。私も、 楽しいだろうなーって「えっあれ乗りたいあれ乗りたいあれ乗りたい」って言ってくれそう、うん、最後疲れそうだってでも私体力無限な方だからディズニーで疲れるっていうことがないのね そうディズニーで疲れることがなくてちっちゃい頃家族で行った時もお母さんとお父さんが座りたいって言ってたけどじゃあ私は座るアトラクションに行けばいいじゃんって言ってずっと立たせたいと思ってました「何で座ってるんだい?」ってせっかくお金を払ってきてこの時間もう,もうお金があの過ぎてきてるんだよって。うん 減ってきてきるよって、うなるべくの乗らないとって乗らないとだよって大人は疲れるんだよだってそうなのそう意地でも乗らせようとして。 座りたいんだったら座るアトラクションに乗ればいいでしょって言って乗らせようとしてました経験ありますだって多分世の子供はそうだと思います。 休憩あるのかよだって何休憩ってご飯食べる時間のことえご飯食べる以外座らないよ普通に道とかにはひたすらアトラクションに乗りますよ私はうん座るって言ったらじゃあ待ち時間にしゃがんで そう <laughs> この時間もあのアトラクションに乗れるかもしれないからそう歩こうっていう「<laughs> スパルタですね」だってだいぶスパルタよ。 でもも誰と行くかかによるかも正直なんか仲良くして123年とかの友達とディズニー行ってもスパルタにはならないけどあの家族と来たらいや絶対にたくしゃた,たくたくゃん <laughs> たくさん <laughs> たくさんアトラクション乗って帰るからなって。 思う絶対にアトラクション9個乗って帰ろう10個乗って帰ろうっていう <laughs> 年齢差というものを考えてほしいのだが年齢差か。 でもさディズニーに来たらさ若くならない分からんけどディズニーに来たらさ夢の国なんだからさ自分の年齢なんて忘れてさ子供のように楽しもうよよう若返るよディズニー来たら誰でも。 食べ放題のお店でも元を取るタイプだなだってなんでわかるの意地でも元取ってやるって思うタイプ <laughs> うんいや絶対に元取ろうって待って今今充電何パーセント 振り回されたいだって振り回されたい人は振り回すけど振り回されたくない人は「ああどうぞ休んでください」って言うかなじゃあ、うん、今充電何パーセントかめっちゃ気になるんだけど何パーセント 15%15% 15でしたいけるかないけるかな少ないあと35分同じだって嘘どうしようかな 充電コード取ってくのめんどくさいわ <laughs> 充電コード取りたくないなまあいいや話すね諦めるそう私は食べ放題でも元取るタイプだから食べ放題でちょっとしか食べてない人がいたら その人の分も持ってきてあげて食べさせますじゃ絶対に元取るよっ待って懐かしいことを思い出したなんかねつかみ取りみたいなのがあったのつかみ取りで自分がやっても自分の方が手が小さいから 私がお金、なんかお金払ってお父さんに使わせてた記憶あるめっちゃたくさん取ってねって言ってちっちゃい頃 <laughs> 懐かしいなんか絶対たくさん取ってねって言ってパパにやらせてたかもつかみ取り夏ん <laughs> 高いよで食いしん坊かよだって食いしん坊じゃないよー。<laughs> 賢いだってでしょ。子供の手がやるよりも絶対。お父さんがやった方がたくさん取れるんですよ。だから、あの子供が並んでるような掴み取りなのに、私だけお父さんにやらせてたくさん取らせました。 懐かしいですねそんなこともありましたでもさ子供にしては頭良くない確かに自分でやった方がなんか周りもそうだしそうかもしれんけどお父さんがやった方が絶対量が多い賢くない私の小さい頃子供にしては リリカ様と同じぐらい食べるメンバーどうだろうねでも私もね多分メンバーにとかにちゃんと食べてるって確認されるのねでも私食べてるときはめっちゃ食べてるでも食べてないときは全然食べないけどそう <coughs> うんなんか食べてるときはあの引くぐらい食べてるから安心してって思う そう,そうでも食べない時は全然食べないけど食べる時はめっちゃ食べるからそうそうめっちゃ食べるんだけどでも多分もっちゃんとかも結構食べると思うんだよね。 そう花江ちゃんもそうだしねそう花江ちゃんも普段全然食べないけど食べれるってなった時にめっちゃ食べてるイメージそう多分おっちゃんもそう。 ルアちゃん食べそうだってルアちゃんかどうだろういや分かんないイメージあんまりないけどでもそんな差は激しくなさそう今日はめっちゃ食べるし明日は全然食べないしとかそういうことなさそう毎日普通の量食べてそう <laughs> ベルちゃん朝から牛丼食べれるだってあそそそうなんだユーハも小食ユーハさんは小食なのああそうなのかなわかんないあんまりなんか今日何食べた今日何食べたとかあんまり話さないかもあのね食の好みがあ,あんまりね違うかもしれない 優陽さんなんかねすごいあのー、なんかね不思議なものがすごい好きなんだっけなんかねよくわからない名前の多分私は下が子供なんですけどすごいなんか名前がちょっとよくわからないあのおしゃれな食べ物を食べてるから私とあんまり食についてはあんまり話さないんですよね。 <laughs> ポキさんめっちゃ食いそうだってポキさん食べるよ多分多分でもそんなにめっちゃガツガツ食べてるイメージはないけど多分ポキさんたくさん食べる食べるときは。 ま、でもね、どれだけ食べても痩せてりゃいいんですよ。痩せてりゃいいんだよ。そう。どんなにね、なんかカロリーが高そうなもの食べたって、結果痩せてればいいいいわけ。だから大丈夫 <laughs> そうそう。痩せてればいいんだよ。とりあえず。 食食べ物の食わず嫌いえー、どうだろうしてそう小学校ぐらいの時いやもうコロナが流行ってじゃんけん制度とかなくなったんですけど小学生の頃は何て言うんだろうな男子に混ざってじゃんけんしてましたそういえば。 多分女子でじゃんけんしてたなんて私ともう一人とかそれぐらいじゃない男子に混ざってじゃんけんしてたよ私懐かしいわんぱく少女だったかも <coughs> <coughs> そうでも高学年になったぐらいから コロナでじゃんけん制度がなくなってあんまりそうそっからなんかそう中学校に入ってからじゃんけんっていうそもそも制度じゃないあの感じだったからそうだから関係なくなっちゃったんだけど低学年ぐらいの頃は大師に混じってじゃんけん参加してた懐かしい やばい今充電何パーだろう ?12 パーってかさ縦の画面でも配信できるんだでもさ顔アップすぎないさすがにこんなにアップで配信しなくていいわ 夕食で好きなメニューカレー子供みたいまあ子供だけどカレーが好きです <laughs> 小学校のカレーってなんであんなにおいしく感じるんだろうね。 なんか学校で食べるカレーってなんか魔法がかかったように美味しいんだけどさなんで <laughs> それは小学校卒業してもそう中学でもそうカレーが好き学校で食べるカレーはなんで美味しいのでもなんかすごいカレーの食べ方で 理解できなないい食べ方方をさする方い,ないなんかご飯とカレーがま半分で入っててこうこうでそれでこっちから食べ進めるとかこっちから食べ進めるとかたまにいませんそれって美味しいしのってそう端から食べ進めていくスタイルでご飯と食べないみたいなめっちゃ小食の子がいて。 <laughs> なんかそうすごい小食の子がいて多分その子が多分その食べ方だったんだけどあなるほどねってでもさ小食の方ってさななんなんて言うんだろう食べることがさなんかなんて 生きるたためととかかしいいものを食べたいとかそういうのじゃないっていうことはさダイエットとかしやすいんだろうなって食べたいおいしいものを食べたいっていうか生きるために生命の維持のために食べたいみたいなじゃんだから多分あの過剰に太ることもなければさダイエットもしなくてもさ良さそうじゃん。 いいよねえ食に興味がないだってええー、食に興味がないそうだよねそういう方もいるよねきっとダイエット向きの体質なんですね <laughs> カロリーオーバー気をつけてるなるほどねカロリーとかでも一回気にしてみた後絶対食べるんだよね本当に謎一回気にしてみるんだけど でも一回気にしてみた結果食べないことってほぼないでも一回気にして違うものを食べることはあるかも「配信見ながらポテチ食べてるわ」だっていいなポテチなんてもう,すもうここ数年食べてないよポテチいつ食べたかな多分中学生になってから食べて 小学校34年生に食べたぐらいからもう食べてないよいいないいですねわあ。<coughs> そうなのだってそうだよ。 お菓子はね甘いものはよく食べるんだけどしょっぱいもの食べてないんでお金に困ってないよ全然、ね、私は実家実家なのでそうリーカさんは細いよねだってイエーイ でも私の体質というか骨格というかなんていうかなんですけどいくら体が痩せて足が細くなったとかしてもほっぺの肉顔の肉が全然落ちないから画面に映る画面にアップで映る自分は太って見えるような気がしてああって思ってました。 まあでもコンプレックスだけどなんかよく思えてきて最近はなんかまあいいかみたいな思えてきて <laughs> そうねえそうそれでなんかおくれ毛増やしてみたりしたんだけどおくれ毛少なくてもいいかなちょっと戻ってくる。 多分配信ではね正直加工してるから分かんないけど顔の肉は大人になれば落ちるねそれ聞いたことあるやばいうんまあ、いっか自分の顔嫌いなのだってええー、うん でもう年頃なんだろうね多分この年で自分の顔が好きっていう子あんまりいないと思うよ中学生で中学生高校生って多分ね一回自分の顔好きじゃなくなると思うそうまあ好きではないかなそんなに。 超で見たり、りかさんも超絶可愛いだって。本当。うん、中学高校とか。たぶ自分に厳しくなりすぎるのかな。難しいね。でも中学生高校生で。一回自分の顔嫌いにならなきゃ。 メイクしようとか思わないだろうし一回きれいにならなきゃメイクするきっかけにも多分ならないから私はアイドル始めたからすることになったけど <coughs> お年頃そうなんだけどリリカさんには似合わない言葉すぎる確かに お年頃っぽくないよね確かに、うん、難しいですねでもさやっぱりさ顔の肉ってさきっと頑張れば消える確かにさ希望があるよね希望はあるマッサージすればなくなるかもしれないしみたいな,なんか目,目の位置が嫌とかじゃないから まあ、悩みはいろいろあるよねうんいろいろあるさいろいろあるいろいろあるでもアイドルの方でなんか くれ毛とか全然なくて多分これぐらいちょっとこのちょっととかで他を全部ここら辺でヒュッって上げてるこっちはちょっと多いかもしれないけどこんな感じで上げててそれでもなんか全方位から見て可愛いみたいなさ人すごいなって思うすごくなんかちゃんとしてるんだなって。 思,う思いますすごく今これ配信で加工かかってるからそこまで私の悩みは伝わらないと思うんだけど。 でもそう私の配信で何回も名前を出している日向さんとななみさんはきっとどの角度から見ても一定の可愛さをもうずっと保てるんですよ。そうメイクとかの問題じゃなくて頬の高さとか目のい目の出具合とか鼻の高さとかこのラインとか。 なんていうか全方位から見ても美しいというか自分の角度とかそういうのがなくても美しいと思う <laughs> 写真集を研究してるからかな。 グラビア評論家のコメントやな <laughs> 2個続いてたそのコメントそう火の打ち所がないわかるそうそれなんだよね本当にそうどのパーツで見ても綺麗笑っても笑ってなくても綺麗 そうなんかさっきのコメントを拾ってコメントすると何て言うんだろうグラビアとかでもグラビアってアイドルのなんかあ生写真とかよりも顔をキメキメにしないじゃないですか。あでもそれはすごい上手い方のグラビアなんですけどあのグラビアのみでやってる方のグラビアってあの。 アイドルの生写真みたいにキメキメにしないで日常感のある感じで撮ってるんですねだからそういう感じがでも綺麗な方って本物の綺麗じゃんそうだから日向さんとななみさんはキメキメにしなくても綺麗 だなでも系統が同じじゃなくてなん,なんて言うんだろうなどの角度から見ても同じっていう共通点そのその要素私にも欲しい。 どの角度から見てもどの表情しても綺麗な顔になりたいそうまあこれはメイクとかじゃないからねえ難しいけど <laughs> そうそうでもまりなさんも綺麗だよね マリナさんめっちゃ綺麗目の感じが好きだなマリナさんはそうでもなんていうか美人っていう言葉がすごいぴったりマリナさん美人って感じ えー、マリナさん見てるかなこのショールームあでもマリナさんあれかゲーム部かなどうなんだろうねでもみんな滑り芸持ってるあそっかあ確かに滑り芸か今からゲーム部か 頑張ってください。<laughs> またおねだりですかだって。バレた。あの、あの MC はちょっとミスった。<laughs> あの MC はミスったから。そう。このショールーム。 で何かくださいって言っておこうかなと思ったけどもう多分今からなら見てないこと確定、はあもう諦める待って今充電なパーだろうちょっと怖いなあちょっと 7パーいけるかごめんなさいね画面酔い,いをしてしまった方は申し訳ないいけるかなー頑張れー私のスマホ 頑張れ。今日のご飯は何かな。お寿司が食べたいです。お寿司が食べたいです。でも多分違う。リアルなところを予想すると。キノコ。のなんか。 家に最近めっちゃキノコ出てくるんですよ。キノコなんかね知り合いの方お母さんの知り合いの方からなんかめっちゃキノコをいただいてなんか毎日なんかすごい不思議ななんかなんかんか「これはすごいキノコなんですよ」みたいな。 きのこ言われてたであろうキノコを食べている <coughs> 昨日は何のキノコを食べたんだろうねちょっとわからないけどなんか私昨日もなんかキノコの話した気がするなんかゲーム きのこ部屋にめっちゃきのこ生えてたっていうきのこ毎日配信にきのこが出てくるとは秋ですね <laughs> 秋ですねああ落ちちゃったそう部屋にきのこ生やしちゃってそう なんで部屋にキ憶コを話してしまったのか待って明日土曜日なんだけどやばい嬉しすぎる明日土曜日だし何しようかな明日は何しよう やばい嬉しすぎるやばい幸せだ土曜日ほど嬉しいことはない部屋の掃除部屋ね確かにで私部屋の掃除意外と好きなんだよねなんか綺麗に磨くとか,なんか台所の掃除服掃除とかはあんまり好きじゃないんだけど なんか片付けるのは好きな何て言ったらいいんだろうねそうなんかそれはなんか何て言うんだろう部屋をなんか何て言うんだろうな部屋をなん,かなんか模様替えしてる気持ちになるから好き「りりかさんは断捨離得意だもんね」だってそう「断捨離は大の得意だよ」そう「後になってから後悔することも多々あり」 今日カセットあんなにあったのに2個になってたしはいそんなこともある <laughs> 気づいてなんかいろいろないのは私が断捨離したからなんですはい 待っって、おしゃべり会そろそそろろなのあ、そっかえ、次のおしゃべり会は私何着るんだあさって日曜日何着るんだっけコスプレかな。何着るんだっけコスプレの。 ナースかナース着るんだっけとりあえずコスプレを着ます、まあ、充電やばいかもしれない5%よいしょえー、ハロウィンだからナースを着ますそして次のおしゃるなんかすごい 布団を写してた次のおしゃべり会はその次のおしゃべり会は羊の着ぐるみかなな気がする羊の着ぐるみを着ますちょっとやばいので壇上を呼びますあ間違えたテロップ打つおとしてたーよーっといきます 13位、IC さん12位、チョベベ斎藤スペシャルさん11位、栗金とチョーカーさん10位、青森からさん9位、ヨッシーさん8位、八王子さん7位、翼ほしいさん6位、ベロさん5位、イチョールさん4位、ゴーチュンヌマチュンさん3位、洋平さん2位、リエチャンズさん1位、マージさん ではなんかショールームで見ると手丸く見えない。 バイバイ,バイ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 おしゃべり会で会いましょう